第14空軍はかつて存在したアメリカ空軍、空軍宇宙軍団に属する航空軍の一つ。同軍団の宇宙軍への昇格に伴い、2019年12月20日をもって宇宙軍令下の宇宙作戦軍団に改編された。司令部はカリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地に置かれていた。指揮系統では戦略軍の作戦指揮下にあり、人工衛星の打ち上げ、 運用やミサイルの早期警戒を行っていた。司令官職は中将を持って当てるポストとされており、2011年から司令官を務めたスーザン・ジェイ・ヘルムズ中将は、現在世界最長記録である8時間56分の宇宙遊泳を行った経験を持つ女性宇宙飛行士として知られる。第二次世界大戦中にフライングタイガースの光景で、ある 第23戦闘軍を母体に設立された。CBI 戦域に展開しており、中華民国軍との混成部隊もあった。1943年時点の司令部は混迷しに所在していた。冷戦期には空軍予備役及び空軍集兵の部隊であった。朝鮮戦争の頃はロビムス空軍基地を司令部としていた。 1960年9月1日には編成解除された。1966年1月20日に防空軍団の部隊として復帰編成された。この時点では防空部隊であったが、1968年7月1日にコロラドスプリングスで事実上の再編成を行い、宇宙関連機材の運用を行う部隊となった。名称も 第14航空宇宙軍となった。ミサイルの早期警戒や宇宙空間の飛翔物体の監視を行っていた。これは1976年10月1日に編成解除される。1976年10月8日に第14空軍としてドビンス空軍予備役基地で再編成される。これは空軍予備役の部隊であった。1985年に 第14空軍に再解消された。1993年7月1日に空軍宇宙軍団の参加で再び宇宙空間関連の部隊として再編成された。1997年からはバンデンバーグ空軍基地に司令部を置いていた。2019年12月20日空軍宇宙軍団がアメリカ宇宙軍に改編されたことにより同軍霊下の宇宙作戦軍団となった。 ありがとうございます。